永井康人議員の一般質問にお答えします。私からは新体育館建設についてお答え申し上げます。平成28年度に実施する主な事業といたしましては、現在公募型プロポーザルにて募集しているコンストラクションマネージャーの支援を受け、策定した基本計画を踏まえ課題の整理を行い、問題解決に向けた具体的な検討を進めます。また事業費を算出できる具体的な図面の作成、新体育館完成まで見据えた総事業費の算出及び全体スケジュールの策定を行います。コンストラクションマネージメント業者の応募状況については、募集締め切りが9月13日となっているため、現在のところまだ応募はございませんが、事業広告後に対応資料の貸し出し等に10社近くの問い合わせがあり、多数の応募があることを期待しております。また新体育館建設に関わる小手続きに関しましては、土地収用法によるより収用される場合は、農地転用、農信除外手続きの許可は不要となっています。また市が設置運営する体育館においては、手続きを取ることにより開発行為の許可は不要となっています。土地収用法に関しましては、すでに事前相談を実施しており、コンストラクションマネージャーにおいて作成した図面をもって具体的な協議を進め、平成29年度中には認可を受ける予定で進めております。基本設計につきましては、公募型プロポーザル等多様な入札方式の中から、本市における新体育館建設に最適な入札方式を今後決定するコンストラクションマネージャーの支援を受けながら決定してまいります。用地買収につきましては、本年度末までに事業範囲を確定する予定でおりますので、次年度早々に具体的な交渉に入る予定をしており、土地収用法および税務署協議が終了次第、できるだけ早く契約を進めてまいります。新体育館竣工までの大まかなスケジュールは、平成29年度に基本設計を作成し、平成30年度よりデザインビルドにより実施設計、施工、一括発注を行い、平成32年度中の竣工をする計画ですが、具体的なスケジュールについては、今後契約するコンストラクションマネージャーと手戻りのないよう策定してまいります。私からは以上です。地域担当ブランド部長。私からは、これからの農業について、大きく2点についてお答えいたします。はじめに、稲作農家の現状等についてでございます。市内における稲作の状況につきましては、農家数1092戸で、総販売額のうち、米の販売額が8割以上の農家が246戸となっております。また、水田面積は、約1400ヘクタールで、そのうち724ヘクタールにおいて水稲の作付けが行われております。本市の耕作放棄地に対する取り組み状況につきましては、一つとして農業委員による農地パトロールの実施及びそばの栽培、二つ目として国及び市による農地再生に係る補助金の支援、三つ目として農業公社による大豆栽培などに取り組んでおります。耕作者がいなくなった農家に対する相談窓口体制につきましては、各地区農業委員及び農業委員会事務局窓口におきまして、農地売買または貸借の意向確認などの各種相談に応じております。またケースによっては、県の農地中間管理機構とも連携をし、農地の流動化及び
農地利用の円滑化を図っております。こうした取り組みを通じまして、耕作放棄地対策に本格的に着手をしました平成21年度当時、約33ヘクタールあった市内の耕作放棄地につきましては、昨年度 19.9 ヘクタールまで減少し、大幅な減少となっております。現在国が進めております米の生産調整見直しにつきましては、平成30年産から国による生産数量目標の配分を廃止いたしまして、地域の自主的な生産調整に移行することが決定しております。このほか米の直接支払い交付金が廃止になるなど、経営所得安定対策の見直しを行うこととしており、内容につきましては本年11月を目途に一定の方針が示されることとなっております。また水田を他の農作物へ転換を図るための市独自の支援制度につきましては、国の経営所得安定対策の見直しに伴いまして、国制度の対象外となりました中小規模農家を対象とする畑作物作付け補助金を昨年度創設をいたしました。昨年度は36件167万円への助成支援を行っております。なお現在国におきまして、稲作から野菜への転換支援策が検討されていることから、その動向についても注視して対応してまいりたいと考えております。国はこれまで農業政策を大きく見直す転換を図っておりまして、本市におきましても農業新時代の到来に備え、今後行政担当者もとより JA 農業関係者などが参画をし、地域農業の振興について協議する市の農業再生協議会の充実をと活性化を図ってまいりたいと考えております。次に適地適作の支援等についてでございます。現在市農業再生協議会や地域農業の諸課題への打開策を協議する市農業技術者連絡協議会におきまして、農業経営基盤強化の促進に関する基本的な構想及び JA が策定している生産計画のもと、地域農業において適正な生産活動が継続して行えるよう取り組んでいるところでございます。本市においては地球温暖化対策のとしての適地適作を推進するため、標高800メートル付近の農地へのブドウ栽培を提案誘致するなど、新たな産地の形成を図るべく取り組んでおります。本市の農業経営の特徴といたしまして、約9割の農家が JA への系統出荷でございます。産地競争を勝ち抜くために JA が現場の実情や市場動向に応じた農業振興を主導しておりますので、栽培品目の転換には JA との連携及び理解は欠かせない状況でございます。今後さらなる JA との連携を深めるとともに、農業再生協議会や農業技術者連絡協議会を通じまして、 TPP 対策あるいは県が行っている農産物の輸出拡大対策、温暖化対策などを見据えた適地適作についてなど、本市の農業の将来について検討を行ってまいりたいと考えております。私からは以上です。建設事業部長。私からは広岡支所と北部地域拠点施設についての業者提案の部屋配置の変更は可能かの配置見直し要望が可能か、今後どのように意見集約されるのかの2点についてご答弁させていただきます。北部拠点の整備につきましては、ご承知のとおり8月2日に公開によるプレゼンテーション及び審査委員会を開催し、基本設計を行う業者が決定し、最優秀賞に長野市の株式会社宮本忠永建築設計事務所が選ばれ、9月2日付で契約を締結し、基本設計に着手いたしました。今回実施しました
公募型プロポーザルで選ばれた提案のコンセプトは、子どもがつなぐ地域コミュニティということで、施設が子どもを地域で育てる場所となり、さらには子どもが地域のコミュニケーションを育てる種となって、まちづくりを進めていく提案となっております。また、ご質問の業者提案の部屋配置の変更についてですが、プロポーザルで提案された配置計画等につきましては、施設建築構想をもとに設計者の考え方が提案されたものであり、今後はこの提案された計画案を叩き台にして、利用者を対象とするワークショップを開き、配置計画や各施設の面積等について十分協議してまいります。なお、議員からいただきましたいくつかの具体的な提案につきましては、ワークショップの意見や提案と含め、基本設計で検討してまいります。引き続き、地中熱反応調査等と駐輪場についてのペレットボイラーの温水を巡回させた方が効率的と考えるがどうか、屋根付き駐輪場の建築費用がこの事業費に含まれるか、別途工事かの2点についてご答弁させていただきます。地中の熱反応調査につきましては、公募型プロポーザルの提案書におきまして、再生可能エネルギーを活用として、地中熱ヒートポンプを利用する場合、調査が必要との提案があることは承知しております。また、北部拠点施設建設にあたり、自然エネルギーの活用につきましても、CO2 削減等、自然環境に配慮することも重要なことであると理解しております。いずれにしましても、地中熱ヒートポンプの利用をはじめ、議員から提案されましたペレットボイラー等の自然エネルギーの活用について、基本設計の段階で具体的な方式やコスト等、費用対効果を重視して慎重に検討してしたいと考えております。次に駐輪場の計画についてですが、前段でもご説明しておりますとおり、利用者のワークショップの意見等を参考に、配置計画と合わせ、基本設計で検討してまいります。また、屋根付き駐輪場の整備は、昨年11月の議員全員協議会でお示しした、全体事業費の内訳の外交、支所、除去、工事費に含めております。私からは以上です。企画政策部長。私からは27年度決算についてお答えいたします。括弧1の地方交付税基準財政需要額等について、まず地方交付税の今後のお見通しでございますが、地方交付税は基準財政需要額から基準財政収入額を控除をして、財源不足が生じる場合に交付をされます普通交付税と、特別な財政事業に対して交付される特別交付税に分けられておりまして、本市の平成27年度決算では普通交付税が約45億4000万円、特別交付税が約7億5000万円、計52億9000万円が交付をされております。今後の見通しにつきましては、合併後10年を経過し、普通交付税の合併算定外の特例が本年度から平成32年度までの間段階的に縮小されますために、今後も減少していくことが見込まれております。また先に総務省が公表しました来年度の地方財政の収支見通しに関する仮試算では、
来年度の地方交付税の総額は平成28年度お当初予算に比べ 4.4% 減となっておりますので、地方財政計画と今後の国の動向を注視をしてまいります。次に基準財政需要額についてでありますが、普通地方交付税は地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、標準的な行政サービスを提供できるよう財源を保障するために交付されるものであります。本市におきまして、基準財政需要額といった標準的なサービスに上乗せをして取り組みを行っております。主な特色のある事業といたしましては、保育料等の多子世帯に対する減免など、子どもを産み育てる環境の整備、小中学校における課外講師の配置や特色ある教育活動支援交付金など、教育再生による確かな成長の支援、家賃の一部補助によるオフィス立地促進や若年者の就業サポート、農業の担い手育成支援など産業振興と就業環境の創出、信州 F パワープロジェクトを中心とした再生可能エネルギーの普及拡大や森林、林業再生など域内循環システムの形成、ふれあいセンターの運営やきめ細やかな地域振興バスの運行など住み慣れた地域での生活支援、本市の魅力を内外に訴求し地域イメージの向上を図るシティプロモーション事業や移住・定住の促進など、子育て世代や若者の呼び込みの推進、こういった事業なのでございます。次に経常収支比率財政調整基金等についてでございますが、経常収支比率上昇への対応、都市計画税、また財政調整基金の活用など新体育館の建設に伴う資金確保についてお答えをいたします。まず経常収支比率は人件費、扶助費、交際費等の義務的な経常経費に地方税、地方交付税などの経常一般財源がどの程度充当されているかを見ることによりまして、財政構造の弾力性を判断する指標であり、比率が高いほど財政構造に弾力性がないということになります。近年は法定の扶助費など市の裁量では削減することのできない義務的経費が増えておりまして、全国的に見てもこの経常収支比率は上昇傾向にございます。本市の平成27年度の経常収支比率は物件費、維持補修費、補助費等が増加をいたしまして、また市税の大幅な減少、普通交付税の減少等も重なって前年度対比で 4.8% 増の 91.6% となった状況でございます。でこうしたことで議員ご指摘のとおり経費削減への取り組みを進めるとともに、市に必要な事業に重点的に投資をする財政運営が必要であります。市では平成27年度より行政評価、実施計画、そして予算編成を連動させました行政経営システムを導入をし、評価結果を翌年度の当初予算に反映させるとともに、包括予算制度を導入し、限られた一般財源を各事業部に包括的に配分する包括予算制度を導入いたしまして、事業部長のマネージメントのもと、各事業部等で主体的なスクラップ&ビルドによる予算編成を行って、効率的な行財政運営に努めているところでございます。また、予算執行にあたりましては、事業の効率的な執行管理と、徹底した経費の削減に努めているところでございます。次に都市計画税につきましては、議員申されましたとおり、都市計画事業に充当することを目的といたしました目的税でございますので、普通交付税の基準財政収入額には算入されてはおりません。
最後に新体育館の建設に伴いまして、建設単価が高騰した場合の資金確保につきましては、先の小沢昭一議員の一般質問でもお答えいたしましたけれども、他の予定している建設事業も含めて記載と有利な財源の組み替えを検討するなど財源選択が必要となってまいります。財政調整基金の活用につきましても、財政見通しですとか収支見通しを行う中で適正な残高に配慮するなど健全な財政運営に努めてまいります。以上でございます。